ティーアガルテン、ティーアガルテンドイツ語で動物園のこと。ティーアガルテン地区ベルリンミッテクに含まれる一地区。2001年の合併により、ゲンミッテクに吸収された旧ティーアガルテン区の一部に相当する。大ティーアガルテンベルリンミッテク、ティーアガルテン地区にある広大な公園。本校ではこれについて記述する。小ティーアガルテンベルリンミッテク、モアビート地区にある公園。 大テーアガルテンの空撮大ーアガルテンの歩道大ーアガルテンはベルリン中心部ミッテクのテーアガルテン地区に位置する広大な公園単にテーアガルテンといった場合にはこの大テーアガルテンのことを指す場合が多いが同じくミッテクのモアビート地区にもテーアガルテンという名の公園があるためテーアガルテン地区のものにはだよモアビート地区のものには召喚して区別している 総面積は210ヘクタール。かつては、王家の狩猟場だった。1818 18年からと1832年から1840年の2回、造園家、ペーター・ヨーゼフ・レンネによって、現在の形に整備される。中心部に戦勝記念塔が立ち、公園内を6月17日通りが通る。西に、エルンストロイター広場、南西に、ベルリン動物園、東に、 ブランデンブルク門がある。遠方にブランデンブルク門戦勝記念塔より望むパノラマ。ありがとうございます。